はい、今回のご質問こちらですね。初心者が上達するには模写をたくさんすることが良いと聞きました。また模写をする場合はただ見て書くのではなく頭で考えながら書くと良いと聞いたのですが、私が模写をするときは同じように書こうとすることに必死で特に何も考えていません。どういったことに意識を置いて模写すれば良いのでしょうか、ということでですね。はい、模写に対する質問っていうのも結構ございまして、少しここでですね、私が思うちょっと模写、あくまでも私の個人的な見解ではあるんですが、自分の昔のこととかも振り返りながら少しお話ししたいと思います。ちょっと考えて、初心者の模写についてとかいうちょっとね、仰々しいタイトル、偉そうなタイトルなんですけども、なんかね、ステップ3つに分かれるかなとちょっと思いました。考えて、なのでなんか普段やってる自分の返答とはね、少しだけニュアンス変わるかもしれないんですが、改めてちょっと真面目に考えてみました、ということで、はい、まずね、ステップ1、多分ここなんだかんだめっちゃ大事かなと思ってます。絵を描くことを楽しむ、絵を描くことになれると。はい、で2番目がね、これステップ2、頑張って似せて描くうちに大まかな知識を取得できると。でおそらくですね、この時点でまあオリジナルでも多少は描けるようになってると思います。まあたくさん模写するとね、なんだかんだ自然と知識つくと。で3番目、これステップ3、自分の絵と照らし合わせながら描ける。まあオリジナルでね、少し描けるんで、でより具体的な知識も取得できるという、この3番目が結構大事だったりもするんですが、このステップ3に分かれるととした場合に、おそらく今回ねご質問いただいた方はステップ2の段階を行っていると思うんですね。でこのステップ1からさ、もうちょっと紐解いていきたいと思うんで、こいつを使おうかなと思ってます。ドン、まあテロップちゃん1号ですね、おなじみ。はい、でちょっと例えばこのキャラの目ですね、描きましょうと。はい、でステップ1の方はですね、本当の絵の初心者なんですよ。で絵の初心者の場合、まず何も見ずに目を描いてください、顔を描いてくださいってなったら、多分目ってこんな感じなんですよ。目とか漫画とか見た方であれば、もうちょっとこうデフォルメのこんな感じとか、多分このぐらいのイメージしかないんですよ、目って。で人間っていろんなものを見てね、日々過ごしてるはずだけど、意識して見ない限りはなんかね、記憶が割と曖昧なんですよ。はい、まあそれが観察なんですけど、なので漫画とか見てる方もたくさん目見てるはずなんだけど、実はこの程度の知識しか入ってないんですよ。こんなんとか、なんとなくこんなんだったなぐらいで、このぐらいだと多分実際絵描けって言われてもあんま描けないと思うんですよ。多分顔がこんな感じであって、なんか目がこんなん、こういう感じであってとか、なんかこんなんだと思うんですね。でちょっと書いててもあんまり楽しないなと、そんな印象もあるかと思います。ちゅうことで、なんかね、単純に初めはね、こう見ながら書いて、なんかもうわからん、何もわからんでもいいんで、あーなんかこんな感じなんだ、へーぐらいで書いて、こうやってで楽しい、ただ楽しい。そして手をたくさん動かすことでね、なんとなく、あ、絵を描くことになれると。あ、思ったよりなんかいっぱい描いてんな、目でも。自分っていつもこんな感じしか描いてなかった、なんか3秒ぐらいで描き終わってたけど、実際描くと大変だなとか、なんかそんなレベル、本当に。でこの時そんな似てなくてもいいと思うんですよね。それでもなんか全然違う出来栄えになると思うんですよ。こんなんやって描くだけでも、少なくともこれに比べてね、こうやってだいぶ違う感じ、あ、なんかちょっと良くなった、良くなったなるはずなんですね。するとなんかね、うまくできてね、ちょっとテンション上がっちゃってね、また描きたくなるみたいな。模写はそういういいとこあります、ステップ1の場合。自分で描いてもしっくりこないけど、模写で描くとね、ちょっとしっくりくるんで楽しいみたいな。
これがステップ1だと思います。で、この辺卒業できた方、ステップ2なんですけど、ステップ2は偽で書くっていうのがあってね、頑張ってるうちに結構これも模写してるはずなので、そうするとですね、知識が最低限は絶対入ってると思うんですよ。例えばこう、あ、なんか目頭の方にちょっとこういうのがあって、でこう来て、で垂れてみたいな、この絵だとね、な、垂れてる垂れて、でこの辺まつげあってとか、でハイライトもこの辺にあって、でこんなんがあって、黒目あって、ハイライトあってとか、でまあ二重がちょっとあってとかね、なんかそのぐらいの知識は絶対入ってくると思う、さすがに。でそうすると、一応何も見ずに、なんか少なくともこれではなくて、目があってね、で目尻、まあ上手いか下手かとか、ちょっとバランスの問題とかはもちろんあるんですが、少なくともこういうなんかちょっとイラストっぽい絵っていうのが描けるようになってると思うんですよ。全然違う、このレベルね。初めはもうこれしか描けなかったのが、なんかね、ちょっとこういう感じの絵が描けるようになるはずなんですよ。最低限の知識持ってるとね、こういうちょっとこいつ絵描いてんなみたいな。でこの辺まで来たら、次はサードステップになると思うんですね。はい、あのね、オリジナルで多少描けるっていうのが本当でかくて、例えばどういうことかというと、サードステップの場合、自分って例えば普段ここなんかこういう目頭こういうまつげにしてたけど、あ、ここ結構細くなっててピピピピってなってんだなとか、その自分の絵と照らし合わせて違うところを発見できるようになるんですよ、ステップ3で。こう例えばこうやってさ、あ、まつげって描くけど、あ、自分なんかちょっとちっちゃいの細かいのをこんな感じでピッ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 って生やしてたけど、あ、意外と長いな、あ、こんな長いんや、こことか一番長いとこ、わ、それ知らんかったら、あ、全然ちゃうわとか、そういうなんか驚きとか発見とかね、自分と違うとことかいうのを具体的にこう判断できるようになるんですよ。そうすると今みたいな書き方すると絶対知識として入ってくるんですよ、具体的な。へーとか、あ、二重書いてたけど自分なんかこんな感じで適当に書いてたけど、1、2っていう感じで書いてんだな、例えば、あ、はあ、はいはいはい、へー、やってみようとかっていうことで、どん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 もうより具体的なね、知識が入ってくる、細かいとこまで。そうすることで上手くなっていく。オリジナルで描くとこの段階に来ると、ちょっとね、模写としてはあんま似てないけど、今回めちゃめちゃその自分の絵に反映できるようになります。こういう描き方ができると、最後、わー知らなかった、これ通過をみたいな、俺も通過をってね。なのでまあ、ご質問者の方であれば、おそらく模写慣れてくれば次のステップで、まあ自分の絵と照らし合わせて、あ、ここ全然ちゃうわっていうのをね、やると具体的な知識として手に入って、自分の絵に適応しやすい。で実際ね、そう、言葉に出すっていうのも一個の訓練方法であるんですよ。実践されてる方もいて、でより具体的な言葉で書けるといいですね。まあ、ある程度書けるようになったら、多分模写をする量ってのは減るんですが、ただこの3番、自分の絵と照らし合わせながら人の絵を見るというのはものすごくして、で具体的な知識を取得するというのはもう日頃からずっと延々行うことになるので、まあそんな感じで進めていけばよろしいかと思います。それではお疲れ様でした。はい、今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。